平松国夫は日本の政治家、元アナウンサー。第18代大阪市長。兵庫県天ヶ崎市出身。血液型は大型。兵庫県立天ヶ崎高等学校を経て、同志社大学法学部卒業。大のパチンコファン、競馬ファンでもある。生まれ育った場所が、その田競馬場の近くであったことから。 競馬やパチンコなどのギャンブルに興味を持つようになったという。好みの競争場は谷のムーティと語っている。1971年にアナウンサーとして毎日放送へ入社。同期のアナウンサーに野村慶治と近藤光文、その他の同期に元テレビプロデューサーで現在光明寺住職の五藤吉本、現在毎日放送代表取締役会長を 務める川内和とも。うち、過去に野村と近藤の若手アナウンサー3人組で、ラジオのトーク番組を担当していたこともあり、大まかには、野村は、気策で、砕けた、役、近藤は、ボケと、嫌味な役、平松は、冷徹な突っ込みと、沈着冷静な進行などの役割、などで活動を行っており、各々、フリーとなった現在でもそのキャラクターは引き継がれている。 入社2年目の1972年から1970年代の後半までは MBS ラジオの競馬中継で実況を担当。北の勝ち時、テンポイントなどのレースを実況した。1976年から1994年まで毎日放送の夕方のローカルニュース番組 MBS Now のメインキャスターを務めるなど数々の番組に出演。 毎日放送制作一部、副部長建国細部副部長も務めた。1995年6月から3年間、毎日放送ニューヨーク支局へ、支局長として赴任。1998年7月に帰国してからは、アナウンサーとして、ダンロップフェニックストーナメントの中継実況などを担当した。また、毎日放送が主催する、サントリー1万人の、 第9では、通算で7回司会を務めた。2001年7月より、ソフト企画局センターへ移動した後に、チーフプロデューサーを務めた。その後は2003年7月より1年間にわたり、役員室秘書部長、2004年7月から2007年10月14日まで、役員室長、同年10月15日から、 人事局専任局長が取りざさされたための人事措置で、出馬表明後に、休職を務め、同年11月3日に定年まで1年の期間を、残して退職。アナウンサー職から離れた後も、ラジオ番組にパーソナリティアシスタント代理として、年に2から3回出演することがあった。MBS ラジオで、それゆけ、火曜、屋敷鷹人を放送していた時期には、 正午のニュースを担当することが多く、メインパーソナリティであった屋敷高人とニュースの内容に関して討論を頻繁に交わしていた。そのため、当時のこの時間の毎日ニュースはこの番組に関しては時間を長めにとって放送していた。また、このことが縁で高人と親交を深め、大阪市長就任後は高人の冠番組にゲスト出演している。 また、高人プロデュースの恋婚に、大阪府知事の橋本徹と共に、ゲスト出演をしたり、橋本との非公式会談を高人の自宅マンションで行ったりもした。ただし、高人正居時の、そこまで行って、委員会追悼特番やお別れ会では、司会を務めていない。2000年10月16日放送の、筑紫哲也ニュース23スペシャル中国の主。 陽気首相があなたと直接対話では、大阪会場からの質問の進行役を務めた。大阪市長へ、平松国を2007年10月18日、人気満了に伴う大阪市長選挙に、民主党推薦で無所属として、立候補することを表明。その後、国民新党の推薦と社民党の支持を得る。選挙戦では、 知名度を生かして民主党支持層から無党派層まで幅広く支持を受け367,058票を得て現職の席1日を破り初当選を果たした12月19日に大阪市長に就任戦後初の行政経験がなく公務員出身でもない民間出身の大阪市長となった11月19日マスコミのインタビューに対し 姿勢の課題について、下記のように方針を語った。市長就任後姿勢改革情報公開都市蔵市民、共同市議会との関係不祥事への対応大阪府との関係再選を目指すも、落選2011年11月、再選を目指し、大阪市長選挙に立候補。民主党、自民党、 公明党は元より日本共産党まで平松を支持し大阪府知事を辞職した橋本徹との一騎打ちとなった。前回自身が初当選した際の得票数よりも多い52万票余りを得票したものの75万票余りを得票した橋本に敗れ落選した。大阪市長退任後大阪市長退任後の2012年4月からは 株式会社ウィズが運営する有料会員制制作フォーラム公共政策ラボの代表として活動している。その後金沢工業大学大学院コンテンツテクノロジー研究所の客員教授に就任している。2015年5月17日に実施した大阪市特別区設置住民投票の結果を受けて平松は 大阪と構想が、僅差ながらも否決されたことについて、嬉しい、嬉しい、と、喜びの言葉を述べるとともに、構想を練った大阪維新の会に対し、こんな馬鹿なことは二度としないでほしいと、新聞社のインタビューで述べていた。同年11月実施日の2015年、大阪府知事選挙では、出馬を模索したが断念。しかし、 何度も蘇ってきた大阪維新の会の熱行を立つ、選挙だと述べ、栗原隆子と柳本健を支援することを表明した。11月22日、柳本の選挙事務所に駆けつけ情勢を見守ったが、栗原、柳本両者ともに落選し、大阪維新の会公認候補の吉村博文、松井一郎が当選した。テレビラジオ他、ありがとうございます。